ボンジュー、コモンタレブ。こんにちは、サホチャンネルのサホです。今日は蚤の市に来ていました。今回来た蚤の市はビートケウニエンという骨董商の方以外も出店できるフリーマーケットに近いものです。その分掘り出し物もたくさんあったので紹介していきたいと思います。まずは可愛いお皿を発見。繊細な花柄が素敵です。このお皿はリモージュ焼きのもので6枚で36ユーロでした。状態もいいですし少し迷いますが今回はやめておきました。他にもマリア様の置物や生垣用のお皿などが置いてあります。古着や個人のコレクションなども売り出されています。お次のお店、興味深いものがありました。ホッキンゴム。本当だ、ホッキンゴム。トルコ、トルコ、オーストリア、オーストリア。すごい。その地方の旗や紋章などのシンボルが柄の先についたスプーンのコレクション。ヨーロッパでよく見かけるお土産です。こうやって並べてあるととても興味深いです。トルコも、トルコもう一個あるんです。これカンヌかっこいい。カンヌかっこいい。これもあるの。すごい、すごいじゃん。すごい。カンヌ、これもある。面白いね。それはモンサンミッシェルじゃん。モンサ、ほんとだ、モンサンミッシェルのまである。面白い。これモンサンミッシェル、ピントが合わない。こんな感じで誰かのコレクションが見れたりするのも楽しみの一つです。このお店にはまたまたリモージュのお皿がありました。青が印象的でとても素敵です。1枚5ユーロ、5枚で25ユーロでした。状態も良いのでこちら購入しました。アクセサリーがたくさん並んであるお店。プレゼントで知り合いへのブローチをずっと探しているので覗いていました。これとかじゃない。これいいじゃん。こっちだからナポレオンだし。汚れてる。ちょっと汚れてる。値段聞く？可愛いですし、蜂はナポレオンのシンボルなのでいいなと思い購入。10ユーロでした。ここにも陶器がたくさんあって可愛いです。花柄のティーカップセットがありました。イギリスの食器かなと思いましたがこちらもリモージュでした。アフタヌーンティーとかしたら楽しそう。ティーカップセットも狙っていたので迷いましたがミルクピッチャーに小さい穴があったので諦めました。穴があるとどんなに可愛くてもさすがに諦めます。こちらにはアンティークグラスがたくさん、綺麗ですね。アンティークグラスのセットも来客用に欲しいです。でもまだピンとくるものに出会えていません。次のお店では可愛らしい鏡が置いてありました。可愛いですが小さいし置く場所がないので写真だけ撮って帰りました。蚤の市では銀製品もよく見かけます。こちらはケーキサーバー、持ち手が可愛いです。20ユーロくらいでした。緑の目をした亀の可愛い小物ケースを発見。こちらは主人がとっても気に入り購入しました。神さんを買いました。10ユーロに値下げされて、イエーイ。1500円ぐらい、しないぐらい。1400円ぐらい。
面白いものを発見、一昔前のコロコロですかね。昔もこういうのがあったんですね。お次のお店は食器がとても可愛いです。あちら側にはティーカップなどもたくさんありました。こちらのセット、色がとても素敵です。ナポレオンの奥さんの肖像画が書いてありますね。かわいい小物を発見。手のひらに乗るぐらいのスズメさんです。ボトルオープナー兼栓抜きでした。しかし純金なのか120ユーロもしました。日本円でいうと1万5000円ぐらいですね。高くてびっくりしました。角の飾りを発見しました。蚤の市では初めて見かけた気がします。こちらが今回の購入品です。どれも可愛くてお気に入りです。大切に使いたいと思います。本日はご視聴ありがとうございました。蚤の市散策いかがでしたか。また見に来てくださると嬉しいです。よかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。